いや、ホンダディーラーさん人がいっぱいで、なんか商売繁盛なんですけど、車がね買ってもすぐ納車できないっていう歯がゆいね。なので皆さん中古車買いましょう。あ、これいいやん、95万。あ、この赤いフィット79万よ、いいねこれねえ、フリード、人気のフリード、フリードってめっちゃ人気なんよ。まだね、いっぱい売れてます。179万8000、これモデル末期なんですけどね。で、 NBOX ね、いっぱいありましたよね。やっぱ NBOX の中古っていっぱいやわ。ホンダさんの方で今日は充電の方しております。暑いですよね、本当にね、もう夏でね。ただいま充電中です。 48% ニューステップワゴン、これ結構綺麗な色してますよね。なんか黒なんか紫なんか何色なんかわかんないですけど、これはプレミアムラインっていうやつだったかなね。もうワクワクゲートなくなっちゃったけど。いや、2022年、7月中古車情報ということで、こちら、インサイトですね。131万8000か、これええよな。インサイトあんま走ってないからな。CRV ね、これもアメリカでモデルチェンジしたんかな、確か。日本ではまだです。349万円。あ、フィットね、やっぱフィットね。129万8000円か。この辺お買い得じゃね。ねえ、これかっこよくない？なんかミラーとか黒いし。ねえ、これよくない？これ走行 4.7 万キロか。まあまあ走っとるな。いいよなこれ。フィットもう一回買い戻ししようかな。フィット3な。あ、ベゼルね。ベゼルはやっぱ買い替えしたお客さんが結構多いと思いますので。っていうか、この茶色のね、こういうのが2台あるよ。これ結構綺麗。179万8000円。ね、どうでしょうか。どうでしょうか。皆さんどうでしょうか。3.1 万キロか。こっちは219万ね。あ、0.9 万キロ、1万キロいってません。あ、これええんちゃう？あとフリード。うん。フリードのこのなんかグレーというか、これグレーやな。ちょっと赤っぽいグレー。ね、189万円です。いやー、なかなかいいの揃ってるよな。やっぱ認定中古車なんでね、綺麗に直してから売るという感じでしょうね。N ワゴンが125万8000円と。これもね、そんな走ってねえよな、意外とな。やっぱ N ボックスがよく売れるから、ちょっと影に潜んじゃうというかね。ね、牛乳パックみたいなデザインですけど。おー、来た来た。ステップワゴン。これね、ワクワクゲートがついてるやつかな。ね、259万8000円、3.3 万キロです。あ、ちょっとこれ上に上がってるけど、ほら、これ、ね、ワクワクゲート。これもうワクワクゲート欲しい人、どうぞって感じです。これね、前の N ボックスになるんですが、129万8000円も値段ついてんの？やっぱ値崩れしないよな、この辺。あ、2万キロしか走ってないんか。へぇ、この青綺麗な。で、これが現行モデルね。現行モデルって言っても、モデル、なんか年式によってはちょっと微妙に違うんやけど、これは169万か。全然値段がほぼ変わらんっていうね。旧式と新しいのと、ね、169万8000円と129万8000円を、こっち2万キロで、こっちは、あ、こっちも2万キロか。わ、どうなん？この2台。ね、皆さん。こっち買うよな。でも、あの前のヘッツも結構人気あるんかな。値段が値崩れしてないっていう。両方とも2万キロです。あ、白。いいですね。これなんぼ？あ、179万8000円か。10万円高いですね、こっちが。これは、2.3 万キロか。ちょっとだけ、こっちのが走行距離走ってるのに高いと。なんか装備が違うんかな。ホンダセンシング。あ、Lターボです、こっちは。Lターボです。
あ、こっちも L ターボやぞ。なんでや、なんでや。なんかちゃうんかな、ナビとかなんかちゃうんかな、保証が。あ、やっぱ NBOX 高いわ。これ福祉車両の、あの後ろね、スロープになってるやつ。これ149万8000円か。2.1 万キロ。ね、これ意外とね、あの、福祉車両なんですけど、もうアウトドアとか、あの、チャリンコ乗っけたりとかね、結構できます。139万8000円。いや、やっぱね、これ 1.2 2万キロ?いや、NBOX 高い、高いというかね、やっぱ中古価格がすごいいい値段ついてるなという印象です。NBOX 祭りやな。NBOX 1、2、3、4、5。6台。6台もおるな。すごい。いや、やっぱこれいいよな。ワクワクゲート。これね。バーンとね、パターンと倒せるやつ。シートが中にね、入るんですよね。いや、ステップワゴンも、ね、モデルチェンジしましたが、まだまだこの前のモデル、私結構かっこいいなと思ってます。ね、この色いいよな。なんか紫っぽくて。ね、なかなかこの色も見ないですけど、いいと思います。ああ、これインサイト。インサイトなんか本当にね、これ315万8000回、1万キロで買えるということなんですけど、これはね、本当にね、静粛度もあって、いやもうハイブリッドで、本当にいい車なんですよね。これは意外とレア車。もうレア車になっちゃった。はい、というわけで今日は、2022年7月、中古車販売の価格気になったからちょっと見に来たでした。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンよろしくお願いします。じゃあね、おー、いや、このフィットええな。ちなみにここね、ホンダの、バイクの方ですね。バイクもね、もう在庫が最近ないっていうね感じなんですよ。 CB350 これね、めっちゃ売れてるみたいです。いいよな。いや、バイク最近ね、なんかこれレンタルみたいですね。ね、こっちに置いてあるのは全部もうね、売れちゃったっていうバイクなんですよね。すごいよな。